東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか <music> FC 東京はアウェーでベガルタ仙台に 2の1の逆転勝利を収め、今季リーグ戦初勝利を挙げた。1日の AC ・エルンズ温泉 3−1 に続く公式戦2連勝。一方の仙台は、ホーム開幕戦を勝利で飾れず、開幕2連勝を逃した。試合は、立ち上がりから激しく動いた。仙台は、前半7分、ミッドフィルダー・リャン・の左コーナーキックから、ニアサイドに飛び込んだディフェンダー・渡辺博行がヘディングで先制点。しかしか 直後の前半9分、FC 東京は、ディフェンダー小川陵也が、左後方の位置からフリーキックを放り込むと、逆サイドのディフェンダー森重雅人が、右足ダイレクトで、シュート性の折り返しを入れ、オンゴールを誘発した。互いに、セットプレーからゴールを奪い合い、1 1仙台は、前半26分にも、リャンの右コーナーキックから、再び、渡辺がヘディングシュートを狙ったが、今度はクロスバーを越えた。 FC 東京も前半40分、ゴール正面でフリーキックを獲得すると、遠めの位置から森重が右足で狙ったが、ゴールキーパー六端有二の後セーブに阻まれた1。1の1の同点で折り返した後半も、立ち上がりにゴールが生まれた。FC 東京は後半6分、ミッドフィルダー橋本健斗が、ミッドフィルダー東桂子とのワンツーで左サイドを突破。折り返しをフォワード前田良一がスライディングしながら押し込み、 1点を追う展開となった仙台は、後半19分に、フォワード・金薗秀隆、同26分には、移籍後初出場となるミッドフィルダー・水野勇気を投入。さらに、最後の交代カードとして、フォワード・野澤拓也を準備させていた後半35分、まさかのアクシデントが襲う。6ンが左足でキックした際に、軸足の右足首を負傷。プレー続行不可能と判断され、 急遽野澤の投入を取りやめ、六胆に代わって、ゴールキーパー関健太郎がピッチに入った。六胆は、明日7日から千葉県内で合宿を行う日本代表候補にも選出されているが、参加は難しそうだ。試合はそのままタイムアップを迎え、FC 東京が2の1で勝利。敵地で今季リーグ戦初勝利を飾った。